はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もブランデーです。日課ブランデー、日課ウイスキーのブランデーですね。てかこれアップルブランデーじゃねえか。え？日課のアップルブランデーだこれ。日課の VSOP っていう、ここに上の方にね、アップルブランデーって書いてありますね。あ、これアップルブランデーかよ。アップルのブランデーですね、いわゆる。あれじゃなくて、ブドウじゃなくてね。アップルブランデーか。知らなくて買った。普通に VSOP ってここに書いてるから、あ、VSOP かーと思って。たら、あらま。あらら。まあいいや。アップルブランデーって俺飲んだことないな。これ 50ml か？ 50ml ですね。アルコール度数40度となってます。アップルブランデーか。日課ウイスキーの VSOP。そうね、乾杯。うん。これはアップルブランデーだ。多分。全然味が違う。そもそも。うん。あ、やっぱリンゴのブランデーだ。あ、美味しいよ、これも。リンゴブランデー原酒ならではの、華やかな香りと、軽快な口当たりが特徴です。あれ？ああ。これがね、50ml 瓶で390円。で、720ml で2360円の白物です。この VSOP はアップルブランデー。うん。なるほどね。あと、日課ブランデーの XO も、リンゴブランデー。XO デラックス。も、リンゴブランデー。うん。なるほど。リンゴのアップルブランデーと普通のブランデーの2種類用意されてるみたいだね。日課ウイスキーのね。日課。はぁ。うん。これはなかなか面白い味わい。リンゴ。そう、日課のアップルワインってのもあるみたいだな。アップルワイン。うん。これもちょっと飲んでみたいですね。アップルワイン。へー。これ普通にスーパーで売ってたな、これな。アップルワイン。あ、すげえ。アマゾンで5つ星評価。値段が900円。あ、今度買ってみよう。今度買ってみようっと。アップルワイン。アップルワインね。うん。まあ、結局アップルワインっていうぐらいだから。まあ、アップル、ブランデーとただ熟成年数が違う感じなのかな。
まあ、あと度数も違うだろうしね。そこら辺なんでしょうかね。うん、これは美味しいですね、結構。うん、確かにどことなく、うん、なんかリンゴなんだけど、なんかブドウの味もなんかする気がするな。ブランデーのぽさもあるな、これな、なんかな。ぶどう入ってんじゃねえの、これ。わかんないけど。うん。日課ではぶどうブランデー以外に、リンゴを原料にしたブランデーも製品化していますと。フランスではカルバドスという名称で有名。うん、日課ではリンゴの産地である青森県の弘前に、これなんて読むんだっけ、これ読めないんだけど。なんとか前にある工場で、蒸留、貯蔵を行ってますと。リンゴはバラ科の植物。出来上がったブランデーの中にもバラの香りと同じ成分が含まれるため、ブドウブランデーにはない甘く華やかな香りが特徴です。へぇ。これ、弘前って読むんじゃなかったこれ。で、ちなみに、日課のアップルブランデーの、弘前って読むんだっけ、あ、弘前で合ってるわ。青森県限定の弘前っていう、アップルブランデーがあるみたいですね。日課のね。うん。アップルブランデー弘前が飲めるお店いっぱいあるわ。青森県だろうけど。青森ですね。いっぱいありますね。で、多分普通に、瓶で売ってるみたいです。うん。うん。ブランデー。うん。ああ。うん。これ美味しいっすな、結構。うん。ん？アップルブランデーの、日課のアップルブランデーリタ。30年なんてあるよ。これ。リタってあれですよね。いわゆる日課ウイスキーの創設者の、誰だっけ？妻ですよね。竹鶴正隆。正隆だっけ？正俊だっけ？忘れた。これは高いぞ、30年熟成。あ、参考価格3万円だって。たっか。数量限定。700ml。アルコール度数 43%。3万円か。たっけえな。これはいらんわ。さすがに。竹鶴リタ。これ何人だ、これ。スコットランド人。
ああ、だから日華ウイスキーの、ウイスキーのあれなのか。スコッチ系列のウイスキーなのか。日華は。ねえ。多分それの、あれなんでしょうね。その時にイギリス、ウイスキーを学ぶためにイギリスへ行った時に、あれなんでしょうね。リターに出会ったみたいな、そういう感じなんですかね。多分ね。うん。まあ、かなり美人でございますけど。日華ウイスキー。新プレミアムブレンデッドザ・日華12年だって。2014年の9月30日発売。あ、もう発売したんだ。何これ？こんなん知らねえぞ、俺。ザ・日華12年。12年？竹鶴12年と同じようなやつかな。いくらすんだ、これ。あ、5000円だ、竹。竹買わねえ。ちょっと買わねえよ、これは。あー、でも欲しいな、5000円か。でも見たことないぞ、これ。なんかすんげえボトルデザインがめちゃくちゃかっこいいな。無駄に凝ってるな。でも5000円だろ？ 5000、5000円だったら竹鶴17年買えるんじゃないか。買えないか。竹鶴17年買えるんじゃないか。いくらだ、竹鶴17年って。竹鶴17年いくら？ちょっと待って。17年。いくらだ？ちょっと待った。こっちでちょっと頼もうしようか。あ、買えるじゃん。普通に買えんじゃん。5000円とかだ。5000円、いや、4000円ぐらいで。あ、買えるは5000円だわ。だいたい。いや、俺、それだったら俺、17年買うわ。悪いけど。悪いけど、17年買えます。僕は。僕だったら。ねえ。そうでしょう。日華ウイスキー80周年ストーリー。日華ウイスキーは北海道第一弾になりました。80周年記念商品。はい、これ。さっきのリタ。リタと、竹鶴21年のピュアモルト、ノンチルフィルタード。っていう、よくわからないやつ。が、値段が18000円。高い。買わない。買いません。ということで、まあでも竹鶴17年5000円か、高いな。高いな。とりあえずフロムザバレルだな。今度フロムザバレル買ってこよう。なくなったから。で、先ほど言ったザ・日華12年の、さらに、これのね、12年じゃなくて、これ40年のやつがあるみたいですね。ザ・日華40年。これは気違いじゃないか、値段。30万とかするんじゃない？ゲー50万！
1、10、100、1000万、10万、50万。ザ・ニカ40年がね、発売したのが9月30日発売したみたいですけど、数量限定で、値段50万。700ml、43度。50万。グラスがついてきてますね。木箱について、木箱に入ったグラスと一緒に。このグラス欲しいな。50万は気違いだな。気違い、気違いレベル。どこぞの、ボンボンが買うのか知らないけども、まあそう考えるとね、ザ・ニッカ12年って50万に比べるとすげえあれだな、安いなと思うぐらい。5000円でしょ、5000円でしょ、100分の1やん値段。だって40年で50万円ですよ。ね。だいたいの10年で、1年につきだいたい、1万2000円ぐらいでしょ。1年で1万2000円だと仮定すれば、これ12年も経ってるのに、お前12万もしないんだから、なあ、安いよな。わけわからん、この。ねえ。お前、12年なんだ、お前。12年で5000円とか、お前。1年あたりいくらなんだよって、その。ね。俺みたいな、こう、あれはね、そう思ってしまう。そう考えると、これも安いなぁ。5000円か。手の届く範囲だな。いやでも5000円あったらお前、竹鶴12、7年買えるんだよ。バカ言えって。ちなみに竹鶴の25年これいくらだ ?25 年。ちょっと待って、25年、竹鶴25年。多分一番高い竹鶴系列。だよね。ああ、一番高いのはあれか、鶴か。鶴20年とか25年ぐらい。じゃない。竹鶴25年が5万4000円だ。おお、それでも安いな。それでも25年で、お前、これの、ねえ、これで5万4000円なんだから。10分の1やん。50万の10分の1ぐらいで買える。いいね。ジャック・ダニエルのブラックのオリジナルグラスボックスっていうのがあるみたいです。あんまりグラスがなんかかっこよくないな。なんかあんまりよろしくないな、これ。まあいいか。グラス。ちなみに、鶴17年。値段の高い順にしてみて。鶴の17年が1万円だから。うん。うん、まあ、なんですかね。でも、鶴って、一番高い部類なんじゃなかった？高いっていうか、高くもないのか。
なんか鶴ってなんか一体何のあれなんだろうな。竹鶴があるのに何なんだこれね。わかんないな。これは何を、あれなんだろうね。これ買うんだったら竹鶴17年とか買わない？普通に。それ以上の21年とかもあるしさ。このジャック・ダニエルのグラス。グラスボックス。ちょっとググってみよう。どんなグラスなんだろう。あー。ちょっと四角い？四角い系グラスだね。あー、四角い系グラスか。これはいらんわ。これはいらない。これは安定のいらないパターン。てかね、ぶっちゃけた話ね、もうロックグラスはもういらない。あの、ロックグラスよか、普通のあの、なんかハイボールグラスとかの方がいいな。ロックグラスはもう、いや、でもどうなんだろうな。まあ、どちらにしろちょっとこれ、ジャック・ダニエルのこれは、ちょっと、あれだな。微妙だな。グラス微妙だな、これ。まあ、とりあえずこのアップルブランデーはなかなか美味しい。これはなかなか美味しいですよ。ということで結構温めて飲むとあの体温でこうやってこれは香りが非常に強い。ね。ブランデーね。としては。強いですね。やっぱどうしてもやっぱり、まあわからない、結構リンゴの、あれが強い。4454です。ご視聴ありがとうございました。